それでは、日本丸メモリアルパークへお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。まだ元気が残っておりますね。よかったです。戸塚密着戸塚密着型シンガーソングライターのカホと申します。よろしくお願いします。待ってました。暑い中、ね、最後まで残ってくださってありがとうございます。短い時間ですが、この太陽に負けないように、元気にお届けしますので、熱中症気をつけて水分取りながら、ちょっともう限界だなという人は全然遠慮なさらずに涼しいところに逃げてくださって結構ですので、無理なさらずに、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。それでは早速1曲目いきたいと思います。私夏の曲って実は少ないんですけれども、その少ない中の夏の曲を1曲目にお届けしたいと思います。ドキドキする夏の恋の歌です。聴いてください。ずっとそばで。暑い方
一度会えるなら出会った日の気持ちのまま過去も傷も愛せるように強くなりたい叶えてよ流れ星
ありがとうございます、改めまして、横浜出身のピアノ弾き語りシンガーソングライター赤穂と申します。今日は暑い中お集まりいただき本当にありがとうございます。1曲目はずっとそばでという曲、そして2曲目そのまま聴いていただきました流れ星という曲をお届けしました。両方ともファーストアルバムの In the Sea Wind というこれからの季節にぴったりの、アルバムからお届けしました。聴いてくださってありがとうございました。それでは次の曲に行きたいと思います。もう今日もすごい暑いですけれども、暑い夏に食べたいものといえば皆さん何ですか？冷やし中華。冷やし中華か。さすがに冷やし中華の歌はないんですよね。アイスクリーム。あ、そう、よかった、空気を読んでくださる人がいました。冷やし中華も大好きなんですけどね。はい、実は、先ほど歌われたいソラピとナナコさんもそうなんですけれども、福島県小野町というところの観光大使をやらせていただいております。私は何でかというと、その小野町というところの、ご当地グルメ、アイスバーガーの歌を、テーマソングを書かせていただいているんですね。でこの前 NHK の朝一という番組で、なんとその福島県小野町の、青年部の方々がですね、出演されていてアイスバーガーを、宣伝していました。知ってる方がドッと出ていたので、ね、ちょっと嬉しくなっちゃったんですけれども、そんな、今も、町のためにですね頑張っていらっしゃる、皆様がこう宣伝しているですね福島県小野町の、ご当地グルメアイスバーガーの歌をですね、久しぶりにちょっとこの横浜でお届け したいなと思います。楽しい曲なので、ぜひ手拍子で、聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。アイスバーガーの歌。したいなと思います。前にちょっと
CD のお知らせをさせてください。今まで歌ってきた3曲とも、全部 CD になっております。お持ちでない方は、お急ぎの方ぜひ物販の方にねちらっと寄っていただけたらと思います。あとチラシもありますので、チラシだけでももらっていっていただけたら嬉しいです。それでは次の曲は、1月に出したグランドピアノ弾き語りのミニアルバムの中から、大切な人に、気持ちを伝えるにはどんな言葉がいいのかなと考えながら、作った曲です。大切な友達、恋人、家族、仲間たち、いろんな大切な人がいると思いますが、そういう人たちの顔をね思い浮かべながら聴いていただけたらいいかなと思います。暑いですが次の曲お届けします。聴いてください。あなたへ伝えたい言葉。
1月に発売しました、グランドピアノ弾き語り一発撮りのミニアルバム You and Me の中からあなたへ伝えたい言葉という曲をお届けしました。というわけで早いもので私のステージ、次の曲で最後となります。暑い中本当に、そう、皆さんも早くこのクーラーのところに行きたがってるんじゃないですか。大丈夫本当に暑い中ね、聴いてくださってありがとうございます。私横浜出身、横浜在住でもうバリバリの浜っ子なので、このステージは、2回目になるのかなと思うんですけれども、すごく今日も楽しみにしてきました。こう横浜をねカツンと感じられるこの広い空の下で、歌えてとても嬉しいなと思います。ベーシスさんありがとうございます。いつもお世話になっております。そして聴いてくださった皆様も本当にありがとうございました。最後の曲は、もう この横浜のど真ん中ではこの曲を歌いたいなと思います。そうだ、私その戸塚密着型と一番最初に言ったんですけれども、いろんなテーマソングを書いて歌って、活動しておりまして、音楽で街を元気にしようということで、こう横浜をね音楽で盛り上げようと活動しております。そのテーマソングプロジェクトの中で一番新しい曲をお届けしたいと思います。横浜 FC 皆さんご存知ですよね。その女子サッカーチーム、シーガルズというチームがあります。そのシーガルズさんの応援歌として作らせていただきました、曲を次に最後にお届けしたいと思います。この曲だけ今日は CD になっていないんですけれども、この横浜で皆さんと横浜の風をですね巻き起こせたらなと思います。それでは最後の曲聴いてください。 The Wind of Seagulls。 走り出すその先
CD 物販で売っておりますので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。カホでした。おかしい。